山口大学。山口大学は1815年、文化12年に、長州藩士の儒学者、上田法洋によって創設された私塾山口高堂を延元とする。明治、大正期の学生を経て、第二次世界大戦後の学生改革で、旧正山口高等学校、山口道の更新、山口経済専門学校、山口市範学校、山口青年市範学校、 宇部工業専門学校、山口11畜産専門学校を統合して1949年、昭和24年、新生大学として設立された。これに1964年、昭和39年に、山口県立医科大学を移管、統合して、現在に至る。2015年、平成27年には、早期200周年を迎えている。本学は、 旧学部旧研究科を有している。人文学部、教育学部、経済学部、理学部、農学部、工学部、医学部、共同獣医学部、国際総合科学部で構成される。学生数は、学部生8702名、大学院生1478名、鳥取大学連合農学研究科を含む、2017年5月1日時点となっている。 二千十九年、平成三十一年四月、大学院教育学研究科教職、実践高度化専攻及び大学院、育学研究科学校臨床心理学専攻が設置されることになっている。また、三つのキャンパスから成り立っており、山口市には、人文学部、教育学部、経済学部、理学部、農学部、共同獣医学部、国際総合科学部、 共通教育棟及び山口大学の主要な研究施設がある基地キャンパス、宇部市には工学部がある時はキャンパスと医学部山口大学医学部附属病院がある小串キャンパスがある詳細は後実山口大学に入学した7学部のすべての1年生は最初に大学の共通教育を学ぶために共通教育棟がある 吉田キャンパスに通うことになっている。そして2年生以降は、専門教育を学ぶために、各学部のあるキャンパスに通学することになっている。また、山口大学に通学しているすべての学生に対して、IC チップが内蔵された写真付きの学生証を発行しより、身分証明書としての役割を果たすとともに、プリペイドカード及び、 ミールカードとしてお金をチャージすることによって、学生食堂や売店で使用することができる、使用可能店舗は型できるところで、第一学生食堂、道の学生生協ショップ、ベルでのみ、さらに各講義に出席する際には、学生証を各教室に設置されてある IC 受信装置に通すことによって、出血を確認する血確認システムを導入しており、 学生は各キャンパス内でのみ出欠をインターネットで確認することができる。このシステムは現在主に共通教育旨で学んでいる学生に使用されている正しそシステムの確認を学生がする際にはキャンパス内からインターネットの接続をしなければならない。また学生はインターネットを使った修学支援システムを使って講義の履修登録及び修正、成績の確認、 講義のシラバスを確認することができる。このため紙のシラバスは廃止されることになった。対外的には学びの楽しさを見つけることを目的とする大学情報誌アッカダミー級アカデミックを配布している。山口大学はトーイックの点数を卒業要件に定めている。2018年5月1日時点9回が設置されている。 旧制学生改革にかけて、数多く作曲創作されている。一部記載。2007年、平成19年2月15日に制定された、山口大学検証では、広中平介学長、1996年、平成8年から2002年、平成14年によって提唱された、発見し、育み、形にする地の広場の創造、クリエーション・オブ・エ A。 place of wisdom, discover it, nourish it, and realize it, 共に力を合わせ、共に育み合い、共に喜びを分かち合う、ホスターンススピリットオブコーペレーション、インタラクティブエデュケーション、アンドシェアリング、共同、共育、共有精神の寛容、他者への配慮と自らを律する、倫理観の下で、あらゆる偏見と差別を排する、公正、平等、友愛の尊重、 リスペクトフォーフェアナス、イクアラティ、アンドフラダニティの三つが基本理念として掲げられている。特に、共同、共育、共有の精神は、山大スピリット、山口ユニバーシティスピリットと名付けられている。山口大学において、他の大学とは違う特色ある教育としては、山口大学生の自主性を高めることを目的とした、いわゆるゼミや卒業論文とは別の、 学生グループによる独自の自主研究活動に大学側が近面での支援を行う山口大学面白プロジェクト実施が挙げられる。2005年度文部科学省によって特色ある大学教育支援プログラムに採択されている。1996年平成8年に当時着任したばかりであった学長の弘中平介の発案で始まったものであり、選考会を通して 年間二十数件ほどが採用されている。最大で三年間のプロジェクトを計画することが可能であり、一年あたり最高百万円の資金を獲得することができる長期プロジェクトのみ、応募要件としては、の七つが挙げられており、中長期プロジェクトは前期の一回、短期プロジェクトは前後期の二回募集をしている。また、面白プロジェクトの開始初年度は、 学内予算配分が決定した後にこのプロジェクトの発足が決まったために実施予算の大半が広中学長のポケットマネーから支出されたというエピソードも残されている。山口大学における学園祭としては次の5つが挙げられる。毎年11月上旬に大学祭実行委員会が主体となって吉田キャンパスにて行われる学園祭であり。 今までに68回開催されている。山口大学の学園祭の中心的な存在となっていて、有名芸人2016年度はメープル超合金三拍子のライブや有名アーティスト2017年度は不老のライブが行われている。また共通教育棟前の広場では大学祭実行委員会が企画した小規模なイベントが連続して開催されておりにぎわいを。 見せている。姫山祭り恒例のふぐナベえ奉行も振る舞われる。また、大学のマスコットである、山みりの誕生日が11月12日であることから、誕生日会の企画も行われている。ちなみに2017年度第68回姫、山祭りのテーマは山ぐーチャイングであった。毎年11月中旬に、医学祭実行委員会が主体となって、小串キャンパスにて行われる。 学園祭である。今までに73回開催されており、姫山祭りと同様に、有名芸人、2017年度はザツネハッチャン、メンバー、レーザーラモンのライブや、有名アーティスト、2017年度はザ・ボーデスのライブが行われている。また著名人による、公演、2017年度は、三遊亭マドカマルが行われるほか、ミスコンも行われている。医学部の、 各部活による模擬展や医療系サークルによるブース企画、ドクターヘリ展示など医学系の企画を中心として敷地は広くないもののかなりの賑わいを見せている。ちなみに2017年度第72回医学祭のテーマはゴー,オールアウト、u t 異災号祭であった。毎年11月下旬に時は祭実行委員会が主体となって時はキャンパスにて行われる学園祭である。 今までに68回開催されており、こちらは有名アーティスト、2017年度は、サイラン・サイロンのライブが主なプログラムとなっている。ちなみに2017年度第68回、時キ祭りのテーマは、現、グラジュアリーバンチトキウェイフスであった。毎年7月に、山口大学の学生寮である、吉田寮及び、沢原屋寮の寮生によって結成された。 七夕祭り実行委員会が主体となって行われる学園祭である。今までに46回開催されており、上記の3つの学園祭のように、有名芸能人やアーティストによるライブはないものの、山口大学の公認サークル及び非公認サークルが、こぞってステージ発表を行った模擬店を出展したりしていて、模擬店の数は120店を超える。また、 七夕祭り実行委員会の部署の一つである、備品部によって手作りの見越しが練り歩くほか、旅行などが当たるダイビング大会が開かれるな、他の山口大学の学園祭にはないほどの活況を呈している。この祭りに対する寮生の意識は非常に高く、七夕祭りの開催3ヶ月前にもかかわらず、七夕祭り実行委員会の印である発表を着て、学生生活を送っている。 毎年10月に山口大学のサークルの一つである山口大学よさこいやすさんが主体となって行われる学園祭である。この祭りの背景として吉田寮の全面改築工事によって2010年度の新入寮制減少してしまったために2010年度の七夕祭りが開催できなくなってしまった経緯があった。その七夕祭りの代替としてその年から始まったのが この祭りである。主によさこいライブや演舞指導が行われるが、模擬店も出店している。またテーマにあるように地域に根付いた祭りであるため、産直販売も行われている。好評であったために2011年以降も継続して開催されている。各学部の成り立ちの違い、上部の遠隔を参照することなどから、現在は山口市内、 吉田キャンパスと宇部市内2カ所、小串キャンパス、ときキャンパスの計3カ所に分散してキャンパスが置けれている。各キャンパス間は専用回線及び光ケーブルで結ばれており密接な情報連携が行われている。各学部間また全学的なミッションにおいてテレビ会議や遠隔地講義システムが実施されている。また、小串、ときキャンパスの間は自動車、 自転車で10分程度の距離であり、図書館の利用やサークルの活動などにおいて、日常的に相互に、学生の行き来がある。山口大学には、学生の自主的な課外活動を行う団体として、体育会、文化会、大学祭実行委員会の3つが存在している。また、小串キャンパス内にも、医学部学生自治会、時はキャンパス内にも、工学部学友会が組織されている。 また、大学学生委員会は先ほどにも述べたように、吉田キャンパスで毎年11月に開かれる、姫山祭りの企画、運営、及び毎年4月に新入生を対象として開かれる、新入生歓迎フェスティバルのが、運営を行っている。さらに公認サークル以外の非公認サークルも多数、存在しているが、その数は正確に把握できていない。 また一定の条件を満たすことでサークルを作ることも可能である。1949年昭和24年5月1日に山口大学附属図書館として開館し2004年平成16年4月1日に山口大学の国立大学法人化によって名称を図書館に改めた。吉田キャンパスにある総合図書館、小串キャンパスにある医学部図書館、 時はキャンパスにある工学部図書館の3館で構成されていて、山口大学生の学習、教育、研究を支援する施設して活用されている。地域に開かれた大学の図書館として、蔵書目録のウェブによる検索システムの導入、一般市民への貸し出し、また、総合図書館は、山口県立山口図書館及び、山口県立大学附属図書館と、医学部、 工学部図書館は、上市立図書館との連携、総合協力を行っている。図書館全体の蔵書数は約163万冊を数え、県内では最大規模を誇る図書館になっている。山口大学のすべてのキャンパスに設置されており、ウェブサーバ、メールサーバなどの各種のサーバや教育用のコンピュータ、および利用アカウントを管理しており、 学生は演習室などに設置されているコンピュータを開放時間中に関しては自由に使用することができる。またオンデマンドプリンターを使用して設置されているノートパソコンからネットワークを経由して印刷をすることができる。その際には学生は生協ショップで販売されてあるプリンター専用カード50度数及び150度数を使用しなくてはならない。以下は2011年。 平成23年4月1日現在において、山口大学の各キャンパスに設置されているパソコンの台数である、教育学部、経済学部、理学部、医学部、工学部、農学部、大学院理工学研究科、大学院東アジア研究科、医学部附属病院、二千十八年平成三十年五月一日時点、山口大学は、 公的研究費において不正があったとして、詐欺容疑で大学院理工学研究科の教授を刑事告訴した。これは、同教授が2004年9月から約5年間にわたり、納入業者と共謀し1億3000万の架空取引を起こし、物品を中古業者に転売したという事件。大学は2009年10月に、広島国税局から不正経理の指摘を受けており、 調査委員会を設置していた。また他に医学部長にも不正利用があったとし、当時停職処分を受けたとある。2010年9月18日午後、契約しているセキュリティ会社から工学部のウェブサイトに中国語で、日本の豚、中国管轄家の村になるべきだなどと書かれたページが追加されていると連絡があった。大学側が調査したところ、中国の電子掲示板サイトに、 山口大学へのサイバー攻撃に成功したという書き込みとともに中国語の項目が挿入されたページのスクリーンショットが掲載されてた。これは同年9月7日に発生した尖閣諸島中国漁船衝突事件の直後の出来事であるが中国を中心に活動する中国紅客連盟が日本政府機関などのウェブサイトを攻撃する計画を 立てていたとされ、県と本県との関係性は不明となっている。2009年2月24日の午前11時から午後0時30分にかけて、山口大学に携帯電話から男の声で爆弾は5回、6回、7回だなどという電話を4回行い、警察署員と大学職員が付近の捜索に当たった。しかし、不審者は見当たらなかった。警察は、 威力業務妨害の疑いで捜査を始め、上警察署は同年2月26日に、上市在住の山口大学工学部4年生、当時の男性を逮捕した。彼は進学する大学院でまた勉強するのかと思うと、ストレスを感じた。ストレスを払うためにやった。と容疑を認めた。山口大学は翌日の2月25日に、 国公立大学二次試験が行われる予定であっため、工学部では職員が校舎点検などの警戒に追われたということがあった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。